改めまして新年明けましておめでとうございます。はい、どうもショイテミです。リョウヒです。ヒロトです。お願いします。お願いします。というわけでですね、初練習ということでやってきました。まあ寒い、1月最初の土日寒すぎる。雪もやばいし、グラウンドカチカチだからね。カチカチだからってことでですね、1月から、まあ、正式にねヒロトが翔平 TV の仲間に入ったということで、はい、ヒロトのこと深く知らない人多いと思うんですよ。ヒロトは知ってるけど深くは知らない人多いと思う。ヒロトって結局何者なんていう誰みたいな。そのUFOチャンネルに入った経緯とかも分かんねえし、 YouTube に興味持ったきっかけも分かんねえし、どんな野球チームに入ってたとかさ、なんかどれぐらいの経歴があるとかも分かんないから、ちょっと話してもらおうかなと思って、はい、質問してって答えてもらう感じで、はいはい、1回質問したらとりあえず1万字で、毎回は1万字以内で、おい長編動画なんだこれ。1回話してもらう感じで、いいな、行きましょう。というわけで、じゃあまず最初に質問したいんですけど、ヒロトっていう名前は本名の下の名前ですか？本名の下の名前です。まずそっからそのレベルです。1万字です。これで卒論かけっつも書けないでしょ。無理です、これは無理です。身長は？身長161cm。おっしゃ、勝った。そういうのはいいんですよ。ゆうぷんより全然ちっちゃいか。全然ちっちゃいです。出身地は？埼玉県入間市です。マジ？もうジモティーっすよ。もう21です。ちなみにね、俺ね小3からここ来たんだよ。9歳から生まれてない。9歳でもともと大宮にいて、9歳から入間来たのね。10個差でしょ。10個差っす。ここに来た時はまだもう生まれてねえよ。生まれてないっすってことは俺の方が1年ぐらい先輩だ。どこで競ってんの？まあ入間はいいね、はい、有名な地ですから。野球の中ではいつから野球始めました？小学1年生から始めました。おお、はい、それは地元の少年野球？そうですね、この地元の少年野球で始めました。なんてチーム？クロスオールスターズっていう。クロスオールスターズ、うん、はい、今ある？今あります。 あるんだ。そこから中学校は？中学校はボーイズ、武蔵狭山ボーイズっていう。おる、おお、強いとこじゃない？強いですけど、まあ、試合出てなかったんで。あ、やっぱりそうだよね。言うな言うな。ライオンズジュニアばっかりで、はい、高校は？高校は飯能南っていう。なるほどね。じゃあそういう感じでこう野球歴やって、高校卒業しました。そこからは？高校引退してすぐ草野球始めてって感じです。あ、マジか、はい、それは地元で？入間で、うん、地元で。入間でやってました。あ、マジか。ってことはさ、確か俺とヒロトが初めて会った時の写真があると思うんですけど、あの時17歳。17歳で俺が26か7ぐらいだったんだけど、確かね、はい、その後卒業して引退して草野球そのまま始めたみたいな。はい、じゃあその時はもう俺の存在知ってる中で草野球始めたって感じよね。いや、まだ。え、分かんなかった。引退して1ヶ月2ヶ月ぐらいで知ったって感じ。あれに会ったんだっけ？それに会ったんだっけ？で12月で会ったって感じ。初めて？はい、初めて。俺17ぐらいじゃなかったっけ、まあ、高校2年の時じゃなかったっけ？高校3年生です。高3で初めて会ったっけ？高3です。あ、高3で初めて会ったんか。3年前じゃん。そうです。そんな経ってねえな。でももっと経ってると思ってたもん。すげえ前みたいな。じゃあ3年ぐらいか、はい、初めて会ったのは前、3年前ぐらいか。そうです、まあ、そっからさ、翔平 TV のイベントも来てくれるんじゃないか。パッと来なくなって、じゃあ久しぶりにポッと現れた時は、はい、まだ YouTube やってないけど翔平 TV のイベントに来てみて、でその時良平にも会ってて、三男の後輩っていうか先輩かなんかいたんだよね。先輩2人で、うん、いたよね。一緒にこうなんか固まってた記憶はある。固まってましたね、うん、したね。 その後またイベント来てくれた時に、なんか三脚、はい、3本の三脚じゃなくて一脚だよね。一脚ですね。ちょうどここじゃない？多分ここだと思う。一脚でこう後ろの方で撮ってたの思い出した。セカンドノックとか撮ってなかったっけ？撮ってましたね。で気づいたらこう倒れるってペタッと。そうだね。そんなんありました。はい、なんかユーポンチャンネルやってたじゃないですか。それはなんか自分の中でなんか心の中でやりたいな強く思ったから。そうですね、と思うんだけど、はい、どんな感情だった？いや、全然 YouTube の中で全然底辺だったんですよ。今も底辺だね。底辺ですけど、まあ、その中より全然底辺で、まあ、動画も見られないっていう感じだったんで、まあその中で自分の中で変えたいなと思ってて、変わりたい、うん、Twitter 見たらユーポンがメンバー募集しますって、うん、やってたね。すぐに応募したって感じです。でもさ、普通に考えてさ、大阪じゃん向こうは。はい、なぜ遠いのに応募したか、なんかすげえアホだと思うんだよね。ツイッターに流れてる子みんな入間と思ってた。いや、それはないです。さすがに分かってましたね、うん、でも大阪だから。俺だったら大阪は大阪が無理だなーで終わったけど、逆にそれ大阪だけどなんか一緒にやるってすごいなと思った。多分それは多分大井くんとゴリスポの関係とかさ、そういうのがあったからやってたのかな、まあ、と思い例があったんで、まあ、まあ、そこはありましたね本当に。なるほど、はい、どうなりたいんですかじゃあ結局。自分ですか、うん、自分は野球の楽しさを伝えたいっていう。誰に伝えるんですか？子供とか、うん、中学生とか。子供中学生、はい、もう完全にもう可愛い路線行ってるじゃん。可愛い路線行ってる。親近感路線行ってるじゃん。こんな中学生いるよね絶対。うん、うん、ちょっと成長が早めな。いるよ、顔濃いめのそういう子もいるよ。それはなんか俺ら的にいいね。ちょっと俺ともう両辺もちょっと上にだんだんこう上がってきてるから年齢的にも、はい、その中で21歳ぐらいの色とか来てくれていいんですけど、なんだろうな、野球を
楽しさを伝えたいってことはさ、はい、伝えるって何で伝えるんだって話じゃん。だからまずそこは厳しいのでいくと、伝えるってことはトーク力、編集力とかさ、はい、この画角のこのアングルとかそういうの大事だから、そういうのを少しずつ両平さんから学んで ね、 そうですね、やっていかなければならないと俺は思ってます。もうずっと両平に言い続けてきたらさすがにもうインプットして今度は君がアウトプットする時なんだ。まあそうです、アウトでいいんですよ一応。まあカットとかですけど言うことは言ったりとかは偉そうやん、全部すっげえ優しい口調で言ってますけどここもうちょいこうした方がいいよとか実際俺が両平に教えてる内容って本当基本的なところ、基本的なところだったり、まあ、せっかく撮影をするんだからちゃんとやろうぜみたいなところを伝えてるんですよ。別に言い方は多少悪いかもしれないけど伝えたいことは伝えてるわけけど、良平さんの場合は多分ずっと優しく今まで俺にすげえ言われてきてるからそれを学んでちょっと優しめに行こうって思ってるけど、治ってないと逆に、まあね、それはお前なんで言わねえんだよちゃんとって言うから、はい、ちゃんと言わなきゃダメ、はいはい、それはそうですね、厳しく言わないと。で一切妥協しちゃダメ、妥協したらそれはもうユーポンでしょっす。ユーポンチャンネルの年始だか年末のなんか報告動画でユーポンの方はなんかテロップとかついてたけど、ヒロトの一切ついてなくてどうでもいいところもすげえ回ってたから、まあ、あれはふざけんなよと思って、全然あれ何も編集してないじゃんそこはちゃんとやんなきゃダメって俺は思って、多分ちゃんと両平は伝えてると思うんだけど、それは必ずやんないといけない。 そういうところはもうちゃんと言ってるから、うん、妥協したらどこまででも妥協できちゃうからさ、まあ、見る人がさもう誰が見てるか分かんないんですよ正直。もう誰かしらに指摘されたらそれはもうダメなんですよ、内容じゃなくてね、編集とかで言われたら、はい、そう見づらいとか言われて、でし翔平 TV の今まで積み上げてきたのがさ一瞬でさ崩れちゃうわけです。なかなか難しいじゃん、崩れるの一瞬だけだとか言うじゃん、信頼とか、ね、そう言うでしょ。ここに入ったからには学んでってもらいたいなと思います。一切妥協許せない。それで今年からですね、ヒロトが僕と良平がいるラガーズに入団することになりまして、出します。一応連盟は互いにね、俺もヒロトも別のとこ入ってるんで、はい、うん、連盟はいけないんですけど、その他のオープン大会に関してはラガーズでプレーをするっていう形で、はいはい、まあ、関草とオープン大会やっていくので、今後まあ3人でいることが多くなると思うんで、うん、なるべくね良平はね仕事だって来ない時の必要があるんだけど、それは仕方ない。なるべくヒロトも来るし、なるべく来てほしい。なるべく来る方がヒロトも心細いと思うんで、俺だけだと良平がいる方がさらにやっぱ年もちょっと近いし、うん、いいと思うんで、なるべく、まあ、仕事入ろうとしたらちょっとすみません、その辺は無理です。それで来週はどっちも休みにしますね。なるべくこう一緒にいて編集とかこうね、まあ、直で教えれるようにしてもらった方がいいかなと思います。だいぶランチ行ってるんですか。だいぶランチ行ってるんですか。 Twitter、インスタを見てくる。そういう飯とかを食うことによってだんだん分かってきて、はい、じゃあ翔平 TV 入ればっていう段階に入ったんです。それまではこの子はよく分かんねえ子だと思ってたわけ。あんま喋んねえし、すげえ遠くの方でカメラこう置いて撮ってるし、なんか大丈夫みたいな。最初めちゃくちゃ無口だったよね。めっちゃ無口でした。だんだんそれ俺らで解けられてきたかなって思って、ここまで来るんだったらもうちょっと頑張れば多分喋れるようになるな普通にと思って、うん、今後期待なんで、ウェルカムトゥ翔平 TV ってことで、じゃあこれを君にあげましょう。ありがとうございます。はい、ウェルカムで両平と俺からです。ありがとうございます。プレゼント企画のあれ出してるんですけど、余分に買ったんですよね。余分に買ってたの一つを渡すので、次回の動画はですね、ヒロトがこれをつけるところ、はいはい、固めるところをちょっと撮っていきたいと思います。まあそれでね、今後当選者の方にこういう風に固めるんだとかって分かってもらえればいいです、ね、そうそう。なんでヒロトはあんま赤が好きなんで赤買ってきましたんで、はい、当選者の人はヒロトとオソロッチなんでその辺ちょっといや大丈夫、全国民たくさんあるよこんな使ってる人あと前原スポーツさんからの袋もらってるんで、ありがとう。袋もらえてもらって、はい、ありがとうございます。これめっちゃいいっすよね。もうヒロヘイバー袋、あ、もうこの前もらったけどまたいいね。いいよ、マーク入ってる。そう、素材とか入れられるし、そうそうそう、めちゃくちゃいいっす。ただこれ二人でイルマの家行った時、これで二人とも行っちゃったらどっちの荷物か分かんなくなっちゃう。いや中身で分かんだろ中身でパンツの色で分かんだろ番号が分かる、番号でという感じなので、まあ今後とも翔平 TV の方応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけで本日は、ヒロトが加入したということでちょっといろいろ質問をしてみました。はい、この動画いいな、もしイルド欲しいなと思った方はチャンネルとコメント、高評価よろしくお願いします。それではあらっしゃー、あらっしゃー、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。